あ、ハローエブリワン、元気なナサちゃんです。おはようございます、こんにちは朝とは違い、元気なナサちゃんです。やべ、見えない。ちょっと待って、みんなが見えないぞ。みんカウンター、カウンター、ちょっと待ってね、あのね、違う、あのハッフルパフの制服を着たいの。ハッフルパフの制服を着たいんだけど、ちょっとちょねえ、どう、あ、どう、なんか果たして着れてんのかな、これは。着れてっかな、着れてっかな、これ。ほら、いやー、バレるなー、ちゃんと着れてないのバレるなー、これは。あ、間違えちゃった。そっか、じゃあちょっと車出しちゃおう。はい、どうー。これはね、こう、あ、ちょ、あ、ほっ、あ、これでどう。ほら、これハッフルパフ製だね、これ。きたきた、おお、きたきた。カウンター、カウンター、いらっしゃーい、カウンター。じゃあ今日もね、ほ、やっていこうと思います。ハッフルパフ、アイラブハッフルパフ。ハッフルパフ製としてね、僕はこのハッフルパフを、グリフィンドール、あ、間違えた。グリフィンドールじゃん、ホグワーツか。ホグワーツで一番、崇高で、平和で、気高く、勇気のある、寮に、していきたいと思います。へへへへ。それでもね、やっていきたいと思います。I hope the transition clarity clarity。 あ、みんなここね。どん。どうかな、みんな。音聞こえますか？ちょっと確認するか。音鳴ってんのかな？あ、どう？聞こえた？こんなさ、ハロー、ハロー、こんた、Thank you。やっていきますよ。ちょっと待ってね、みんなのコメント見れないから、こうやってするか。お、これで見れる。 OK、 やっていくぞ。今ね、これどこまで行ったんだっけ、どこまで行ったんだっけな。フィグ先生と話す、とりあえず先生に話しにかけに行こう。見て、このハッフルパフの量。みんなさ、ホグワーツレガシーするときさ、グリフィンドールかスリザリンに入りがちじゃない？ハッフルパフに入りな。あれ、ここどこ？このね、緑大きい、優しき、空間、ハッフルパフ。あ、食べよう。うめぇ。食べよう。あ、うめぇ。むしゃむしゃ。あは？おこっぞ。おい、ハッフルパフ優しき量じゃねえのか。なんだこの仕掛け。
え、これいけないの？え？なんだこいつ。おま、こっちはいけるって感じ？なあ！両足、さっきのね、すりむいたけど。これ何？これ何？全部、全部扉ってこと？ハッフルパフ、ちょっと。迷路すぎやしないか。ちょっとこれさ、飛ぼう。寮から抜けれん。ここだ。簡単簡単。いやーねー、ホグワーツレガシーね、今みーちゃんとあと誰がやってたかな。レミ？こいつも滑ったんかな。そう、みーちゃんとレミが多分ホグワーツレガシーを配信してた気がする。すごい、それぞれね、どの寮に入ってるかわかんないけど、とっても楽しくやってるみたいなのでね、僕との違いを楽しんでくれたらと思います。おお。なんだろう。あ、見て見て見て。マネ。あ、コレクションか、コレクション。ノーマネ。お、フィグ先生、ただでさえ予定がいっぱいなのに、新入生をホグワーツに迎えるという都合の悪い仕事を魔法省に任されました。信じられないでしょうか、5年生です。おいおい、留年してることめちゃくちゃ言われてんぞ。めちゃくちゃフィグ先生にこのヤンキーを頼みますって、このね、もしゃもしゃ頭のバンガロールみたいなやつ。先生、会えて嬉しいです。私もだ。かわいそう、フィグ先生、こんな僕の世話役になっちゃって。ホグズミードにトロールだと。トロールは鎧を着てました。ホグズミードにトロール。そう、あのね、前回の配信でね、僕はトロールを撃退したんですよ。トロールを撃退、すごくない？狙いは僕です。狙いは僕です。マジか、狙い僕なんだ、あれ。今知った衝撃の事実なんだけど、マジか。ルクウッドに狙われたんです。危ういところをシローナと3本のほうきのお客さんが助けてくれました。え、そうだったの？重大な、全然知らなかったやべ。ストーリー読んでないかな。ロケットかな。ロケットじゃないですか、うん、何かが入ってたんですよね。これも NASA が狙われてるってこと？ああ、そうだ、碑文を発見した。フィング先生、ああ、そうだ、地図であることは間違いないが、どこにつながっておるかは分からん。これは図書館を示してます。ありがとう。正確に言えば、僕はね、あの生まれてこの方、産声を上げてからね、ずっととっても可愛いドラゴンなんで。君なら何かわかるだろう。行きますか。その積極性はありがたい。だが、グリンゴッツの出来事とミリアムの身に起きたことを考えると、何を言ってるかわかりませんね。私たちの進む道はとても危険だと考えるべきだろうな。今思ったけど、僕デカすぎ。だが、まずヘキャット先生と取り組んでほしいことがある。でも、図書館がそんなに危険ですか。本を探すだけでしょ。本一冊を求めておるだけかもしれんが、僕の魔法で画面が防衛術に磨きをかけたらまた来なさい。ヘキャット先生には知らせておく。ヘキャット先生って何？そう、あのさ、ストーリー見てないから今気づいたんだけどさ、これ1800年代の物語らしいわ、うん、バリバリヴォルデモートいるかと思ってた。なんなら僕がね、ヴォルデモートの心臓をもらいに行こうかと思ったもんね。あれ？場所はね、とってもとっても分かりにくいの。そうなんですよ、とってもとっても分かりにくい。これだね、この城ね、すごい見にくい。誰ですか、この UI 作った人、出てきてください。見にくいよ。あー、
もう少しね、あの中身を透明に、近づいたら中身が透明に見えるとかね。今度は何をするの？あ、これアンチじゃないよ、アンチじゃないよ、アンチじゃないけどね、中身が透明に見えるとか、書いたら今何階にいるとか書いていただけたらね、もっと分かりやすいかなと。先生に新しい呪文を教わりに来ました。よろしい。簡単。あんたは急いで防衛術の課題を終わらせる必要があると。ブラックアイ。よって今日はインセンディオ。炎の呪文を覚えてもらう。炎の呪文。松明を灯したり、蜘蛛の巣を焼き払ったり。ドラゴン来たぞ。僕の本業。そういうことよ。肉を焼く時とかにもね。それは便利そうですね。かなりね。かなりね。だが取り掛かる前に、少々課題をこなしてもらおう。課題は中にはびっくりする課題があるかもね。まあやってみてのお楽しみさ。もったいぶるなよ。私の元へ来ておくれ。それからインセンディオに取り組むとしよう。かわいいナルちゃんは配信してる。そう、終わったら私のところへおいで。かわいいかわいいドラゴンが配信していますよ。ストリームライブ、みんな見に来な。終わったら私の元へおいで。てかさ、NASA のこの聖獣次回は言うほど秘密の存在じゃないね。え、マジか、秘密の存在じゃないんだ。僕の戦闘クラブ。よいしょ。よいしょ。イエスドラゴン。ダーン。この曲さ、何度も言うけど、僕、あ、こっちかな。僕が中学校かなの時の掃除の、え、みんなありがちじゃない？絶対この音楽だよね。掃除の曲なんだよな。雑巾持ちたくなる。グマニーナさん、グマニーナさん、ハロー。マイストリームホグワーツレガシー、レッツゴー。あ、そう、このねキャラクター、なんか男の子らしいわ。え、違くない？女の子だよね。なんか男子寮にいたんだけど、なんで女の子のはずなんだけど。わっ、これは杖十字架ですね。僕の大好きな。誰が来るか見てみよう。決闘するのが怖い相手なんていない。ルーカン、訓練用人形を使ってもいい？訓練用人形。コンビネーションの練習メニューを用意するね。今すぐやってみる？うん。できたら嬉しい。人形が落ちる前に呪文を全部放つ。人形が落ちる前に呪文を全部。練習をやめるなら知らせてね。はあ。なんかさ、この人の顔ちょっと殴りたくなるような顔してるよね。これからの私たちに握手を唱えてから、握手をって、あ、4、これか、これ、忘れかけてた。レディオーソを唱えてから 2,3,4。 アクシオが物を引き寄せる呪文で、レディオーソが物を浮かせる呪文。おー、怖い。何？人形が耐えるまでに呪文の組み合わせを完了させる。レディオーソしてアクシオ、あ、違う、違う。レディオーソして1,2,3で、アクシオで1,2,3,4。タイミングゲームみたいになってる、リズムゲームみたいになってる。これいいな、楽しい。ハローナス、ハロー。ありがとう、ルーカ。弱点を見抜くなら本番より練習中の方がいい。Thank you。 きっと手強い挑戦者になれるよ。見に来てくれてありがとう。何持ってんだお前。それ何持ってるんだ。え、何それ、めっちゃ気になる。何だろうな、あれ。
野暮に飲みたくかな。よし、もう一回か。ルーカン、杖十字会の次のラウンドは順。もちろんさ、もう一勝負どう。うわ、僕もう一回決闘してくるわ。パートナーと参加する。これメインストーリーなのかな。セバスチャン弱いからな。うん、ナティと。じゃ、始めよう。僕のペットセバスチャン弱いからな、あいつ。トロール来た時もバリバリ、バリバリ体から体当たりしてバリバリぶっ飛ばされてたからな。3対3なの？え、これ3対2なの？アクシオ突破できます。ちょっとね、呪文が多すぎて何が何だか分かんなくなりがちなんだよな。ホグワイトレガシー、早い早い、まだ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 。しまいますね。はい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 。この視覚からの攻撃というのにもですね、天才的に僕はもう全てを、あ、ばばば、間違えてレギュラーさせちゃったね。わお、そうなんですよ、天才ですから。あんな決闘この視覚からの魔法攻撃もね、すべてかわしていくのです。注目の的だったけど、今のラウンドの後じゃこれまで以上に目をつけられそうだ。次も勝つ気なら鍛錬を怠惰に殴りたくなる顔。失礼がしんの NPC。 準備ができたら知らせるよ、また後で。なんでだろうな、なんでだろう、なんで殴りたくなっちゃうんだろう。映画で見てたら普通にかっこいいと思うのに、いざ自分がそこに立ったら殴りたくなっちゃうな。ヘキャット先生のとこに戻ろう。これね、このちょっと分かりにくいんですが、ここがってことはまあまあ、この1階2階のさ、見てこれ、1階2階のね、地図が今までかつてなかったくらい見にくい。弾丸論破でもね、ちゃんと1階2階3階で分かれてたけどな。以上、ワン。ジジイ、天才、ありがとう。あんたはミヘキャット先生。まあ当たり前ってことよ。それは何よりなら、インセンディオを学ぶ準備というのは。なぜベストマジシャン。不注意で聖マンゴ病院行きになった同僚を何人も見舞ってきた。日は従順なしもべじゃないってことを忘れないように。あんたが始めよう。いいかい、正しく杖を動かすよう集中しな。集中しな、集中しな、集中しな、しっかりと持つんだよ。行くぜ、インセンリオ。ポーン。いやね、ドラゴンにね、火が怖いなんてことはないんだよ。僕ドラゴンですからね。来たよ、僕のメイン呪文。ほうほうほう。あ、切り替えないといけないんだ。なんだろう、何がいらないかな。3あんまりいらないよね。決闘したいからさ、変えよう。見ててみんな、行くよ、行くよ。あれ、え、届かなくない、これ。結構いていて、うわー、その調子だよ。来た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 。自分を燃やさないように注意しな。行くよ。
こっちからこう打てばいいのか。インセンディオ、あ、間違えた。何かに火をつけるとスッとする。違うかい？これこっちに火つけられないの？あ、こうつければいいのか。インセンディオ。あれ違った？なんかまだある？まだなんかある？あ、これ別にもうこれいいのか。ハローナス、ハロー。私が煙突飛行ゴナを発明するまで移動はとても不便だ。お、すごい、ここに発明者がいるよ。よいしょ。てててて、てなんなんなん、これこっちかな。あ、上かな。ナサビーム、そう。いやね、僕の火はね、あ、これどっち、これ上かな。僕の火はね、赤い炎じゃなくて青い炎なんでね、吹いたら。知ってる？赤い炎よりかも青い炎の方が、ブルーファイヤーの方がね、温度が高いんだよ。よってね、赤い炎よりかも青い炎の攻撃の方がより強いってことなんです。ストロングブルーファイヤービームナサ、オッケー。フィグ先生が悩んでおる。先生、あの、ヘキャット先生から防衛術を教えていただきました。教えていただきましたよ。新しい杖によく馴染んでおるようだね。この杖、ドラゴンの心臓らしいわ。心臓の蜜って書いてた。けるようにとはいえ、図書館への訪問をこれ以上延期したくない。あ、図書館に連れて行かれるんだ。僕向かうとしよう。図書館好きなんだよな。仕事だ、来い。校長だ。校長、生徒もいますし、予定も。後にしたまえ。生徒のことも後回しだ。後回しだ。君とオズリックが招いた面倒の埋め合わせをしてもらわねばならないと思うのだが。おい、生徒は後回しにするな。てめえ。嫌な校長だぜ。だ、うん、めっちゃ言ってるやん。残念だが、禁書の棚への遠征はめちゃくちゃパワハラだよこれ。後になりそうだな。ブラックホグワーツ。他に選択肢はない。我らが偉大な校長をこれ以上刺激するのは愚かなことで、耐えなければならない苦労が終わってから君を探しに。かわいそう、ロウキに相談に行ってあげようか。嫌だね、あんなやつ。ここ燃やしてくるよ。これセバスチャンと話す。下にいるのか。セバスチャンが金賞の棚に忍び込むって言ってたな。彼なりの考えがあるのか。これセバスチャンじゃないの？あ、違うか。でもセバスチャンの顔覚えてないんだけど、レイヴンクローじゃない、スリザリンか、セバスチャン。カウンターン、カウンターン。まあ、1800年だからね。老気とかないかもしんない。セバスチャン、いたいた。待ってたぞ。まあ、ほら見てみんな、セバスチャンもなんか殴りたくなる顔なんだよ。ビクトル・ルクウッドに目をつけられる生徒なんてそういない。何をしたんだ？何をしたんだ？知らん、ちょっとわかんないっすね。また自分何かやっちゃいましたか？会ったこともないんだよ。他の生徒と勘違いされてるのかも。なるほど。無理強いはしないけど、どういうことかそのうち教えてくれよ。力になれるかも。それで、なぜ僕を探してたんだい？フィグ先生のためにあるものを探したいんだけど、図書館の金書の棚にあるんだ。先生が自分で行けばいいじゃないか。その予定だったけど、ブラックに呼び戻されて。ナーサズペット。先生の連絡を待ってもいいんだけど。率先して動きたいわけか。博愛主義なんだね、僕は。捕まらないだけの賢さがあれば。ナサタン、ロウキに電話し慣れているから頼りになりそう。その通り。悲しい過去を持ち出してくるな。誰にも言うなよ。もしバレたら、いやー、まあ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 、ありがとうセバスチャン。バレたらそいつを消せばいい。
すごい。ここあれか、書店のとこか。深夜の図書館に潜り込みに行く。あれが目指すドアだ。ナサタンとセバスタン。それと監督生に気をつけろ。スクリブナーにチクるのが大好きな連中だからな。スクリブナー。いいな。忍び歩きは得意。行こう。マジか。ちょっと待ってくれ。忍び歩き得意なんだ。知っておいた方がいい呪文がある。そんなん取ってないけどな。目くらまし術だ。入っちゃいけない場所に入るのに便利なんだ。目くらまし術。目の錯覚程度にしか姿が見えなくなる。うわ。距離を保って静かにしてれば大丈夫さ。あーね。隠れ目の術。そんな感じだ。マントほど確実じゃないけど、まあね、あれは高いからな。でも透明って英語でなんて言うんだろう。やってみろよ。やってみろよ。めっちゃ煽られた。スケルトンマジック。何これ、ネクラマ手術。めっちゃかっこ悪い名前。なに。やっぱり僕はさ、こういう悪いことはできないからさ、ネクラマ手術とかそういうの良くないよっていうね。あ、ちょっと、あ、怖いね。ネクラマ手術をゲットした。言えてな。うわ、すごい。見て。スケルトンマジック。これ一番使うでしょう。日常生活においてこれ一番使うでしょ絶対。これどうやってあれやるんだろうな。あのイベントでだけ、あれ違う、あれ、あれ、これどうやってマジックのとこ変えるんだ。R、 レベリオ。あ、間違えた、間違えた、ちょっと待って。T。 あ、これか、T だ。T で、何？まあ、炎はね、いる。もう図書館はね、見つかってしまった場合、図書館すべて燃やせばいいから、炎のマジックはいるわ。近くのボスは怪しい花の気配を察知すると警戒を始めます。敵の権威者に捕獲されるとクエストは失敗。そういうの早く言いなさい、そういうの。危ないでしょ。いや、ここで言うのおかしいでしょ。もっと早く言うでしょ、普通。いや、知らんがな。その見つかった後に言われてもさ、説明。こんなさ、この歌いらっしゃい。なあ、ごめん、もっと早く言ってほしいよね、あれね。めくらまし術。序盤のオールより静かにする。え、バレてないですよ、自分。はい。バレてないですよ。これいつ解けるんだろう。これいつ解けるとかないの。何これ、ちょっと好奇心が勝っちゃう。好奇心が勝っちゃう。動かしてもいいかな。みんな動かしてもいいかな。おー、すごい、かわいい。バレない、全然バレないよ。わ、これさ、なんかしておびき寄せるとかしないといけないのかな。なんでバレてないの今。やば、まずい。耳鼻科行った方がいいかも。師匠、早く本棚の裏へ。本棚の裏、ここか。くそ、この時間なら師匠はいないって言ったじゃん。セバスチャンに嘘つかれた。普段待ってたんだ。でも大丈夫、僕の後ろに彼女の机があるだろう。鍵はあの机の引き出しの中だ。まずはそれを手に入れ、スケルマジックドラゴン。僕が彼女を机から引き離すから、君は鍵に集中してくれ。金をね、金所の棚のエリアの外で会おう。任せな。
とりあえず僕は鍵了解。できたな。君を連れてくって言ったからな。約束は守る。いけるってことでしょ。あ、なになになおう、おう鍵を手に入れる。みんな行くぜ。だな。もうなんかいる。見て。え、なになになに、お前バカか。お前バカな。いるの。いやいやいや、お前こっちから来る、こっちから来んなって。お前ちょっと、なんなのよ。え、なになになに、その見せかけコーナーで、コーナーで差をつけられたか今。え、なにその、絶対本棚の後ろ行くと思ったけどな。なんでそんな急に近道してきたの。よし、お前行け、行ってこい。お前もうここで見とたらいいか。これお、パニック、行け、レッツゴー。誰かいるの。ティーブズ、あなたなの。あなたなの。お、よし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 、鍵を探すぜ。あれ、あった。お、おばあちゃん、ナイス。見て見て、あれ、おばあさんどこ行った。あ、帰ったね。すごい、絶対耳遠いよ。よし、耳鼻科行った方がいい。本を探そう。何これ、インタラクトって何。それには役立ちそうに見える魔法がかかってる。僕も二度騙された。ほう、表紙で判断するなってわけさ。これ絶対ゼルダの冒険じゃん。伝説の書だよ。下、オッケーオッケーオッケー。お、隠れた敵や希望する場所に誘い込むことができます。あ、そういうのさ、もっと早く言ってもらっていい。そういうの、そういうの知りたかったの。ゴーストだ、見られるなよ。え、べ、ここに落ちたほら、ちょ、ま、真横に落ちた。ちょ、待って、ここここ、こっち見て。C じゃないの、 C じゃ。こっちこっちこっち、ほらほら。うわぁ、ゴーストってこっち。写真じゃ、おい、ピクチャーの方じゃないんか。こっちかよ、本当のゴーストいるんかい。こっからなの、ちょっと。ムレブレスちゃん、あれ、これどこ、え、これどこ、え、これどこ、え、これどこから、え、待って、普通にどこかな。ん、ん、え、待って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 、どこどこどこ、ここ、あ、開けれるのかも。あ、なんだ、ちょっと、そうなら、そうって言って、言ってくださいよ。はい、ゴーストね。ゴーストだ、見られるなよ。どこ、ゴースト。あ。What? ゴースト?こうか。危ない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 、おお、こういうこと。あ、やだやだ、ここに、ああ、金書の棚を歩き回ってるの、こんな時間に。ちょっとー、ゴースト多くない。はーいはーい、クエストディフィカルトゲームなんだけど、これメインクエ結構。僕この隠密行動系ね、下手なんだよな。戦闘ならいくらでもガンガン行くんですけどね。
隠密行動。ゴーストだ。見られるなよ。隠密行動全然できないやつとして有名なんだね。もうここまで来て、もうこのまま、あぶないあぶないあぶない、このままこうじゃ。来た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 。もうコソコソしなくていい。本当に？コソコソしなくていいって言ったからな。それで何探してるの？双子の妹のアンがホグワーツに復学できるよう治療法を探してる。うわー見てー。みんなサジを投げやがった。どうして禁書の棚に治療法があると思ったの？コンタグッドモーニング。グモーニング。ハロー。看護師にも病院にも聞いてみたけどね。こちょこだ。自分で調べることもできる。ひとまずこの件は大丈夫。君の探し物に集中しよう。それで、その指紋は？見ればわかると思う。なんこれ。ずいぶんもったいぶるな。なんかおるけど。いや、ホグワーツちょっとね、不気味なものありすぎなんだよな。え？何？大丈夫？あ、もうちょっと回してた。すまん。一体誰なんだ？セバスチャンサローと小さな新しいお友達が立ち入り禁止の場所をうろたえ。ダメだ、バレた、こいつやろう。悪い子、悪い子。燃やそう。捕まるぞ。今すぐ燃やそう。ビーブス、いいか。行ってやる。行ってやる。行ってやる。なんであいつ燃やしていいか。ビーブスめ、やつを止めないとまずい。それかせめて師匠と話して言い逃れしないと。お、ビーブスってやつに。いや、危ないことしろ。まさか師匠に僕を突き出すつもりじゃないよね。仲間は売らないよな。友達に価値を作るのが好きでね。さあ行くんだ。幸運を。嬉しそう。嬉しそう。どこへ行ったんだ。お前もポルターガイストみたいなもんだけどな。あの呪文ならこの甲冑を直せそう。インセンディオ。あ、間違えたわ。あの呪文ここで必要になってくるんですかね。これか。分かったよ。燃やすのはやめとくよ。レパロ。よし。なんかどこだこれ。こっちってこうか。うわすごい、みんなこんな地下がある。やっちゃえ。やりたかったな。幽霊って燃えるのかな。なにこれ、これ飛び降りたら死ぬ。ちょっとやめとくか。やっぱり古代魔術の痕跡だ。間違えた。何？お！来たぞ。てててててれてててててんてれてんててれれれてれてててれててれててれ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 てててててれてててれててれてててれてててててれ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 。どこに通じてるの？絶対さっきのね、マリオのボンボンボンってやつよ。あるよね、絵画の中に飛び込んでいくやつ。僕あのマリオ好きなんだよな。あ、え？入り口の壁穴。レベリオ。え？え、見えないんだけど、うん、ルーンを目覚めさせないとね。あ、そういうこと？目覚めさせる。え、こやつ、こ、え、こやつ、もしかしてこれ、え、これそのままいけるってこと？もしかして、あ、いけんのか、いけんのか。さっき立ってたけどな、君。ちょっと待ってね。じゃあ、明かりの、明かりの、明かり、明かり、明かり、これか。
この工程ちょっとめんどくさいな。3ルーモス呪文をルーンに当てられないかな。呪文をルーンに当てられないかな。どういうこと？呪文をルーンに当てる？お！お！跳ね返る！あ？違う。違う。ルーン、ルーン、ルーモス。違うのか。あ、あれか。あ、直すやつか。もしかしてこれか。違う。違う。ルーンに当てられないかな。呪文をルーンに当てるってなんだ。ノースペル、ジョストプープ、プーペウ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 。ペウペウってなんだ。ノーレパロ、ルモス、レビオーソ、レビオーソ。なんだろう。これ関係ないよね、これね。以前違うな、これ。呪文をルーンに当てられないかな。呪文をルーンに当てる。これがルーン？リスルーン？ファーストアタック。レパロ。あ、そういうこと？ってことね。いやもう基礎魔術を忘れてました。私、あー、待ってちょっと待って、これ水よいしょね。なんかバカ。あ、こういうことね。なにこれ、これ、あ、これどういうこと、これ。え、これどういうこと。くる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 、どういうこと、どういうこと、これ。できてってる、今。あ、待って。え、これ、連打ゲーもしかして。連打ゲー違う、リズムゲー。僕、もしかしてバカ。ちょっと待って。お。なんだー、もう、いけるもう、くるくるま、くるくる回るやつかと思ったじゃん、もう。ね、がもうバカじゃん。ちょっと待って。恥ずかしすぎん。やだ。もう、待ちおぉ、お主。うわぁ、かっこいい。僕、どうしよう。うわ、なんだこれ。ルーモス、間違えた、ルーモスつけた。うわ、なんだこれ。あー、いっぱいいる。うわー、ほうほう、ダメージを受けることによって蓄積されます。へえ、そうなんだ。こういうのってさ、普通やる前に言わないの？なんで終わった後にこれ解説してくるの？ホグワーツレガシー。どういうことなの？本人が理解した後で言ってくるの、なんで？なんだここ。あ、なんもなかった。なんだここ。なんもなかった。
ナイステンスって、お、お、なんかやばそう。やっぱりね、やばかったもん。うわぁ、よし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 。お、なんだこれ、もらった、なんか。はい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 、わかったよ、こういうことね。うん、さっきのあの、あ、ちょっと待って、なん、どういうこと。え、どういうこと。え、待って、え、え、あ、もう走るってこと。あー、オーケーオッケーオッケー、こういうことね。てか、こいつ走れたんだ。よし、何、次、何これ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 、どう、何これ。あ、もしかしてここでもう一回これこうってこと。ん、ん、あー、おーおー、ナイスナイスナイス。落ち着いて集中しないと。来たよ、ちゃんとね、お金もかさらってく。うん、ナイスマネー。よし、任せろ僕に。よいしょー。あれ、なんかいっぱいいるくない、なんかいっぱいいる、なんで、なんかそう、知らぬ間にいっぱいいるんだが。おうおうおう、お、これ何、これ、これ、これ回復できますよみたいな、そういう感じなの。おう、ほう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 、これ何、取りたい、何それ。なんだろう、あれ、あれかな、これ全部欲しい。おわ、経験値みたいな、経験値みたいなやつ欲しい。ナイスセンス、ナイスセンキュー、ナイストゥーグッド。イエス、ナイス、ハイレベルマジシャン、オーケー。バーサーカーマジシャン。バーサーカーを目指しています、ナスちゃん。ハッフルパフにおいて、ハッフルパフの中のバーサーカーを目指していますので。もう髪の毛からしてバーサーカーだもんね、これ。うわー、すごい、なんだ、昔のオールドワールド、戦闘の達人、そう、戦闘の達人あった。あ、あー、ウォーター、ラッシングウォーター。僕とは反対だね、これ。僕は炎なんだけど、このおっさんは水をつかさどるジジイなのかな。間違えたわ、そのままだったわ。このおっさんは水をつかさどるマジシャンなのかな。うわー、え、すごくない、え、この3、ゼウス？すごい。なんでこの3が一番遠けてんの？目に光がない。死んだら、死んでいるような。どうしちゃったんだ？
そうなるよな。はい。お呼びですか、フィッツジェラルド先生、ラッカム先生。ミス・イシドーラ・モーガナーク、よく来てくれた。ほうほうほう。ルックウド先生、バカ先生。バカ先生。どうやらホグワーツの生活にもすっかり馴染んだようね。ええ。ごめん、こんな、年生でこんなね、小学生が笑うみたいなとこで笑っちゃった。ごめん。バカ先生ね。まあまあまあ、いるっちゃいる。他に聞いたことがないよ。日本にもね、なんてエロさだっていう人もいるもんだしね。君は何年も前に我々が君の村で見た美しい渦というものについて聞きたがっていたね。すぐにピンときました。ウズ、あの時はありがとうございました。気にしないで。ええ、あたり一面に魔法の渦が見えたんです。父にはお前の空想だなんて言われましたけど。魔法の渦が見えた。確信がありました。それは空想ではない。それは空想ではない。いえ、ラッカム先生もそれを見ることができるのよ。なんかパーシバルっていなかった。あれ、どっかに。何なんですか。ささやき声や痕跡のようなものはある種の古代魔術に関連して。古代魔術に関連して。古代魔術。それを操ることができるものは少ない。めちゃくちゃそのものが古代魔術を守る国でなの。こいつキャラ濃いな。痕跡が見えるなら私にもそれが使えるってことですか。使えるってことですか。きちんと訓練すればな。だがあまりこと急ぐのはやめよう。ミスモーガナ。ミスモーガナ。そういう魔法の訓練を受けたければ独特な声してるよね。このインド人みたいな人。この魔法は大きな災いを呼ぶ危険があるものよ。限られた人に留めておかないと。まあそれが僕ってことか。今日ここで話し合ったことは決して口外しないこと。いいわね。かわいい、Thank you。 かわいい、Thank you。 まあ、なーさ、かわいいんだよ、このキュートなお顔を。セバスチャン、お、なーさだ、セバスチャン。あ、金書の棚にまた忍び込んできたの。バレてる。いつまでいたずらに付き合う。おい、セバスちゃん。罰則くらいでは足りないよね。おい。校長先生に報告しますからね。全員燃やそう。でも、ティーブズによるとあなた今夜は一人で来たわけじゃないそうね。誰かに命令されてやったなら教えてちょうだい。おい、こいつ、おい、燃やすぞ。あなたは賢い。バカはやめなさい。誰もいません。僕だけです。スティーブ。ああ、セバスチャン。そこの人、あのセバスチャン・スティーブンっていう名前だった気がする。燃やそう。僕がセバスチャン、僕が代わりに燃やしてあげ。あ、ちょっと待って、急に戻んないで。セバスチャンはどうなったんですか。あれ、バレちゃった。違うんですよ。え、僕は何をすればいいんですか。フィグ先生の教室に戻る。フィグ先生の教室に戻らないといけないらしい。おい、急いで戻るぜ、みんな。バレないうちにな。もうバリバリ走ってっけどな、コードの中。チクチクじゃん。先生、ティーチャーズ。ホップ。ステップ、ジャンピン。あ、こっちか。こっちだ。うん、こっちか。てて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 。クソピエロ野郎。そうです、とも。
あれつくそピエロ野郎なのでね、赤い鼻をへし折ってやろうと思います。ああ、セバスタンが、僕のペットが誰、包丁だ。ゴブリンがルックウッドと手を組むだと、そんなおかしなことがあるか。これは少なくともかなり異例だと言えるな。フィグ先生、異例、フィグ先生。ああ、フィグ、君に訪問者だ。調べてみるとするよ。うん。先生が校長と一緒にいる間に、そうだよ、あのクソ校長と一緒にいる間にね。僕褒めてほしい、フィグ先生。フィグタン。なんだと、そんな。なんだと。禁書の棚に行っただと。禁書の棚に行ってたと。あ、いやいや、詳しくは聞かない方がいいかもしれんな。わかりました。本は禁書の棚の下にありました。地図に記されていた通りです。パーカードラゴン、パーカー、まずは見てみよう。ノリノリじゃん。ああ、なんと抜けているページがあるようだ。誰かが先にこの本を見つけたに違いない。なんか誰かが金書の本の中をもう少し残りのページを調べてみよう。勝手に破って多少時間はかかるだろうが、持ち去ったってこと？何か情報があるかもしれない。てか学校のね、そうだよ、学校の中に金書をね置くな。本を見つけた時に2つの記憶を見たので。またペンシーブか。なんてことだ。前に見かけたパーシバル・ラッカムはここの先生でした。一つ目は彼と三人の先生が古代魔術で村を干ばつから復興させるところ。そうさ、ミリアムは正しかったか。二つ目は5年生から入学した生徒と話す場面。その子も魔法の痕跡が見えるようでした。なぜその記憶を、答えはこの本にあるかもしれない。ロンドンに持っていかねば。ロンドン、校長にジョージの死を魔法大臣に説明するよう。ロンドン行きたいんだが、僕も。もちろん。わかりました、僕もそう思ってた。なくなったページについて調べておきます。僕にまでぐちんがない。日々が君の杖さばきは日ごとに上達してよ。僕もそう思ってた。だって道館に力を入れなさい。呪文を唱えるだけが魔法ではない。聞かなかったことにしましょう。先生、いいぞ。私が戻るまでに何をなすか楽しみにしている。それと友人をおろそかにするな。彼らからも驚くほどたくさんのことを学べる。友人をおろそかにするなって言われたんだけど、違いますよ、フィグ先生。あれは僕のペットなんで。友人ってか大丈夫っすよ、気にしないでください。よいしょ。新クエスト全然見て、全然行ってないんだけど。なんでクエスト、これがメイン。あ、第3ラウンドある。みんな行こう。これが一番先だよ、みんなね。そうでしょ、これだよ、もうこれ。あ、ちょ、あーん、違うの。あーん。あはー、あー。ちょ、クエストも。ちょ、これ。こっち。僕のメインストーリー、これだから。あ、ちょっとやめて、あ。ここか。ここにでも行く？ナーサイズメインストーリー？あ、裏クラブ。ローワーホグズフィールドに来てくれる？ルックウッドとハーローのことを話したいんだけど、城の外の方がいいと思うんだよね。フィグ先生とイーズリー先生からあんたに防御呪文を教えろって言われたんだ。課題が終わったら教えるよ。やり終えたら私の教室まで会いに来な。会いに来な。ナティから袋瓶が届きました。ローワーホグズフィールドという、村落で会おうと書かれています。
へえ。あ、マップ、ちょっとマップいらない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 よ。あ、見ろってこと？へえ。今そんなことしてる場合じゃないからさ。これ？オッケーオッケー。今早くね、決闘場に行かないといけないから、僕は。果たし状？マジか。ちょっとドキドキしてきた。果たし状か。なら行く価値あるぞ。こっちメインクエストだから。ルカ、追従。今日は大すべては。よっしゃ、第3ラウンド行くで。もちろんだよ。わかった。パッ。レッツバトル。セバションもねダメ。ナティとね。ナティ。じゃあ始めようか。行くぜナティ。絶対に勝ってやるぞ。そう来なくちゃ。四対二になってる、いつもか。待って、いつもね、だんだん増えてく感じなんだこれ。数の勝負じゃん、ただの。あ、間違えた。ちょっと待って待って。ちょっと、そう、僕、そういえばさ、あれじゃない？ちょっとあの、僕、魔法を間違えてるんだけど。間違えてるよね、僕。あの、魔法のセレクト間違えてるよね。絶対どう見ても間違えてるよね、これ。よいしょよいしょよいしょ。うわー、どうなんだこれ。どうなってんのこれ。おう、ほうほうほう、いけてるのか私。あ、ちょっと待って。うわー、なんかいた。ここにもいるんだ。うわー、もうこれ僕の、魔法の選択が全然戦闘用じゃなくないんだけど今。そう、面白くない。これ4番打ったら炎になるのか。おわー、勝った勝った勝った。僕もいつか出場してみようかな。なんで村で待ってる。大丈夫大丈夫、待たせとけ。いや、ほんの肩慣らしなんだよな。ほんの肩慣らし程度だね。こっちはね、物足りないなら、ダームストラングにでも転向したらいいんじゃない。全然。それじゃ、勝者に商品を。全然ね。最高の決闘者である君に。なめっぷしたから。素敵なこの証を授けよう。基礎魔術しか使えなかったからさっき。ありがとう。すごく光栄だよ。実力だよ。決闘者として文句なしだ。いや、文句なしだ。トーナメントの優勝者も決まったことだし。ナイス、シーシー、Thank you。いつもの学校生活に戻らなきゃね。植物はどうしてるかな。もうずいぶん世話をサボっちゃったよ。あれ、もしかしてこれ解散？追従次回解散の危機。なんかもらったっぽいけど、わかんないから行こうか、村に。まあ、でもナティが待ってるらしいけど、行かなくてもいい気もするよね。ヘキャット先生の課題、我がちゃんのソード、これ行った方がいいかな。なって待たせるのもかわいそうだし、行くか。ほうほう。走っていくか。なんか乗り物ないの。馬くれ。めっちゃ走ってるんだけど。ちょっと
ちょっとジムちゃん来ちゃった。めちゃくちゃフォームいい、この人見て、これめちゃくちゃフォームいい、いい走りしてる、すごいね。体力には自信があります。よいしょ。あ、待ってるはずなのにペア組んでるって話。あ、確かにそういうこと。ナティ、ナティ、二人いる説。はあ、君に会えて嬉しい。あ、ちょっと待って待って待って、今ボケてた。あ、これ、これナティか。ナティ、調子はどう？ナティ元気だよ。私、三本のほうきでルックウッドとハーローがどうなったかを見たんだ。君のことが心配だったよ。ハビングファン。聞きたいんだけど。Yes, very fine。 どうして奴らに追われてるの？ Very, very interesting game。 わからないな。ルックウッドもハーローも会ったことがないんだ。他の生徒と間違えてるのかも。そうだよ。なんか変だね。僕は何も悪いことしてない。あの二人があんなに必死にホグワーツの生徒を追うなんて、理由が何であれ、僕何も悪いことしてない。とりあえずルックウッドとハーローは私たち、うん、みんなにとって脅威みたいだね。だから君と話をしたかったんだ。なんか嘘つくときってイントネーションおかしくなんない？ホグズミードを守った話をしてるよ。三本のほうきで見たルックウッドとハーローに立ち向かうシローナの姿は絶対忘れない。全然誰の話しちゃうかわかんない。自分もしっかりしなきゃと思ったんだ。そうなんだ。どうしてなの？マタブルランドを離れたのはルックウッドとハーローみたいな奴らが理由。はあはあ、新しい家を壊されるのをただ見てるつもりはなかった。まあそれを聞けてよかったってことよね。あいつらは危険な組み合わせだよ。ルックウッドがランロクと手を組んでるのは知ってる。奴らはホグズミードで一緒にいたって聞いてる。一緒にいた。だからこそ奴らを止めないと。ねえ、悪い奴らを止めよう。ハーロンがルックウッドのやることを仕切ってる噂があるよ。ちょっとわかんないから。かもしれないけど、ああいうのはシンガー巡査が対処すべき。ルックウッドの一味が。はははまあ、なんかわかんないけど、なんかあれですね。悪い奴らが。油断は禁物だよ。悪い奴らがね、あのはびこってるから注意しましょうって。どうなってるの？え？あ、何？誰？めちゃくちゃ脅されてる人がいるってこと？今何？犯人？ドラゴンクローンでひねりつぶしてやりましょう。バリバリ物理攻撃じゃん。お、誰のことを言ってるか分からないわ。すげえ。研究に没頭していたし。めっちゃスリザリンだ。ビクトールルックウッドの質問だぞ。めちゃくちゃ後ろの紋章スリザリンだぞ今。ミスタールックウッドが話したがってる。学生？まさか。いい加減にしろ。手を出さないで。ステップファイ。ステップファイ。お前らボクボクにしてやるからな。お前ら私に喧嘩ってことを後悔するんだなってね。おら、さよなら。はい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 、もうね、こうこうやって、うんうんうん、誰誰誰誰、なんかやばい、 NPC みたいなやつ来た。隣 NPC みたいなやつ歩いてる。大丈夫？いやいや、なんか NPC みたいなやついっぱい来た上から。何これ、どうしたらいいこれ。おお、ねえ、なんかいっぱいある。なんかおお、おすごい、こおなさすごい、あのもう殺す気満々、オーバーキル、すごい。めちゃくちゃさっき叩きつけてた、見た？ビビった、自分でビビったわ。しかもホグワーツに近い場所で、かわいそう。見知らぬ人と話す、確かに。誰？お怪我はないですか？大丈夫だよ。あんたの優れた防衛術のおかげでね、アッシュワインダーズが
私を殺してまであんたに手を出そうとしたわけは？それはビクトール・ルックウッドの取り巻きの泥棒だかゆすり屋だかさ、あんたに随分ご執心だね。なんか僕を求めてね、みんなが喧嘩してるみたい。ありがとうございます。喧嘩をやめて。戻ってくる前に研究を進めた方が良さそう。僕がモテるからって研究者なんですか？僕を取り合わないでみんな。マーリンの生涯とその研究が専門の歴史家で考古学者だよ。考古学者、それはすごいですね。アーサー王伝説のマーリン、まさにその人か。アーサー王伝説のマーリン、マーリン、ホグワーツ通ってた。マーリン、ホグワーツ通ってたの。すげー。柱って？吊るに覆われた柱だよ。マーリン、ホグワーツ通ってたんだ。ね、私はマーリンの試練と呼んでるよ。仲間のスリザリン生のために道楽で作ったって考えてるんだ。マーリンスリザリンじゃねえか。マーリンはパズルや謎解きが大好きだったからね。マーリンに惹かれる気持ちわかります。それじゃ仕組みをか、そいつはこうだ。ほうほう。ゼニオイが万能の薬草、仮説万能の薬草をなんか教えてもらってるみたいな。書所に書かれた渦には、ゼニオイが記号の中心。そのと、いかん、あのね、ちょっと博識な会話やめてもらっていいですか。主人公は分かってる感じ出してるけど、僕全然ついてきてないんで。なんかゼニガメが何だらこうだら言ってたな。このトランク、そう、たっぷりお取り、もう持っていってもね。ゼニアオイを取りました。ゼニアオイか。結構。それじゃこの柱のつるは分かるね。それと地面で渦巻く石ね、それぞれの試練に特徴がある。石渦の上にゼニアオイを置いて、さて何が起きるか、何が起きるか。ノラさん、ノラさんに褒められたナーサさん、さすがです。ノラさん、こいつノラさんなんかハンター試験みたいなことしだしたけど。今のは見たね、ツルが消えたよ。おお、どうしたらいいですか。さて未知の領域だ。どうしたらいいですか。この巻きどうにも気になるね。巻き、お、あれになんかファイヤーするしてみる。ファイヤー言うて、これはすごい。ああ、なんか炎の中に沈んでいく、炎の中に沈んでいく。うわ、炎の中に沈んでいくって、I'll be back じゃん。I'll be back。え？どういうこと？これなんか順番があるの？え？順番がある。ワンツーとか書いてないしね。なんだろう。どういうことなんだろう。おお、どういうことだ。レディオスでもなくて、ルーモス。ルーモスではないな、絶対。ですね、ここら辺かな、使えるとしたら。ここら辺かな。インセンディオ、そう、これして、これとか違うか、これか、違うな。え、なんか順序は全てに火をつけないとダメみたいだね。あ、沈む前にってこと。インセンディオ、でもこっちにももうインセンディオ、あ、届かない。あ、ちょっとあ、しょこれでいいってこと。おー、ナイス。スピードの問題だったんだね。おー、やばー、なんて美しいんだろう。すごい、なんかマーリンが残した謎のパズル解けたんだけど。信じられない。
これってつまり成功ってこと？言えると思う。成功。けどね、疑問は増える一方だ。うん、どういう仕組み？メモを見な。試練は似たようなものですか？見かけたなんか試練をクリアしていかないといけないみたい。それぞれゼニアを足りないならホグズミードで見つかる。本当に。ホグズミードで。買いに行かないといけないのかな。くださいよ。私は欲しいものを手に入れたから、メモと本に囲まれた安全な場所に戻るよ。わあ、綺麗。マーリンの試練。おお。うわあ。ビビった。なんかやばそうな人いる。よし、クエスト見るか。アゲインファースター、アゲインファースター？なんか袋瓶届いてたね、今。ちょっと待ってね。ほ。ルーカン、ブラ、トラピー。君の、闘争心を試す時が来た。新たなチャンピオンの誕生か？最終ラウンドに出場するならいつもの場所に来てほしい。へえ。そういうことね。僕に挑戦状を送りつけたやつがいるってこと？なんも行くしかねえじゃねえか。考古学者でも分からなかったパズル解いちゃう天才。そう全然話聞いてないけどな、僕もうほぼほぼ一枚絵みたいになってもね、僕のストーリーのとこ。マネストーリーが好きな人はちょっと後でね、個別で違う配信、あ、じゃあみーちゃんとかはね飛ばさないと思う。みーちゃんの配信を見に行ってください。天満まゆみ、みーちゃん。わあ、わあ、桜だ。え、これ桜にどんぐりついてるけど、あ、もしかしてこれ桜じゃない？え？え、桜だわ。すごい、みんな見て、これ桜にどんぐりついてるよ。ん？これも、ん？桜とどんぐりが同じ木から生えてる。すごい。日本のいいとこ全部詰め込みましたみたいになってんね。すごい。いいなぁ。なんだここ。レベル6。わ、これマンドリルじゃない？マンドリル。マンドリルの場所じゃない？これ。いやー、ちょっとワクワクしてきちゃった。今回画質悪い？ごめん、画質悪かったら言ってね。おはようございます先生、また会えて嬉しいわ。欲張り桜セット、そう。わー、ドラゴンキュート、テンキュー。ドラゴン、イズナサ、ナサキュート、イコールナサキュート。こんにちは。みんな、庭に加わった新しいバラを紹介するわ。うお、いる。一緒に成長しましょう。こうしてみんなが戻ってくれて最高。ここお仕置き部屋ってこと？今年も素敵な出来事がたくさん待っているわ。だけど薬草学では知識を培うことが一番大切なのよ。賢い薬草学者は読色思想もぴょんぴょん球根も決して恐れたりしない。かわいい、この先生。バス。それではガーリック先生名前どうした？ガーリック先生、ガーリックティーチャー。アクシオ、アクシオ。さあ、繊維質のお友達を快適にしてあげましょうかうわ、出た。うわ、マンドレイクを引き抜く。あー、マンドレイクか。ちょっと待ってな。マンドレイクか。
あーね、ちょっと一回準備していい、みんな。マンドレイクって聞いちゃいけないんだったっけ。よいしょ、ちょっと待ってな。これはね、一回自分もちゃんと用意しないとみんな死んじゃうからね。そのままポテッといっちゃうからね、これ。あ、これ投下されてないんだわ。投下されてないんだけど、もういいか。投下されてなかったんだけど、そんな悲しいことある。イラスト屋で投下されてないことってあるの？悲しい。でててててててて、これは？投下されてる。よし。ドラゴンだから平気？いや、平気じゃない、平気じゃない。死んじゃうから。よし。よし。オッケー、行こう。毛布のように根っこを包んで、あぶねー。させてくれるわ。耳死ぬとこだった今。みんな大丈夫？大丈夫そう？あー、ごめんなさいね。あなたのは少し成熟していたみたい。それでは始めて。始めて。みんなとても上手よ。かわいいね。じゃあ次の課題よ。鉢植え台に花ハッカを植えてもらう。ヒッポグリフって庭柳好きかな。はい先生。マンドレイクの剣は見事だったわ。あれはとても扱いが難しい。いやー、死ぬかと思いました先生。耳がダメになるかと。耳が聞こえなくなるかと。ええー、そうね。成熟したマンドラゴラの叫び声は命取りになりかねない。いや先生、なんてものを。耳当てを忘れちゃダメよ。ほら、耳当てを忘れちゃダメよって言われた。植えると言ったわね。やっぱ種を探しましょうか。事前準備って大切なんだよな。分かってる。マジックニープに行ってきたの。この教室に鉢植え台を用意したから、今種をまいてみて、後で収穫に戻って。今種をまいて後で収穫に戻って。ヤグマギクの生け花を整えたらいいらしい。ニフラーファンシー。これ？力を持つ花ハッカはウィゲンウェルド薬の要よ。シャープで授業でも習ったでしょ。もうなんだこれ。花ハッカー。あ、花ハッカーをね。花ハッカーを育てようとしてる？あれちょっと。これでいいの？よくやったわね。さあ。一部の植物は、ほうほうほう、これで植物育てられるみたい。不機嫌になるのよね。白菜を噛むものがないと不機嫌になる。はい先生。別の。終わったら私の。新しい知識を得た。NASA は。ガイク先生面白いな。9分後にここにもう一回戻ってきたらしい。この前ホグズミードに行くのを見かけたよ。うるせえ。初めまして。僕はリアンだ。闇の魔術の防衛術はすごかったじゃないか。え、なになに、ついてくるんだけど。ストーカーなんだけど。彼は強い。僕は相当強いと思って。決闘？そんな彼を打ち負かしたんだ。すごいよ。お前決闘、決闘するのか。な。僕もセバスチャンに勝てそうだったんだ。でもヘキャット先生に止められてさ。な。お主さ。ヘキャット先生が止めてくれたでしょ。スリザリンらしいよな。なんでそっち向くの？頭蓋骨を落としてくるなんて。グリフィンドールは誇りを持って戦うのに。なあ、ハッフルパムだ。
ねえねえねえ、なんでなんでなんでお前背中しか見せんの。逆だろ、お前背中は見せちゃダメだろ僕に。おい、いやな、どういうあれなんだよ。嫌いなのか僕のこと、好きなのか、どっちかにしろよ。ついたぞ、神々白菜。追いかけてくんなよ。さ、白菜をいくつか取って、あのダミーが見える。白菜をあれに投げてみて。あとは白菜をあれに投げる。白菜をあれに投げる。は、白菜。ん？白菜をあれに投げるってどうやってるんだ？白菜。タップを押したまま、ツイルフォルを開き、神々白菜を割り当てましょう。なんか持ってんだけど僕。おお、タップを押せると当たり、割り当てたツールを。あれ見ろよ、目に入るわ。片っ端から食いついてるぞ。えぐ去年母さんがニワコビト対策に植えてたんだ。怖っ。ニワコビトは駆除できたけど、ラッパ水仙をズタズタにされちゃってさ。神々白菜怖。なかなか凶暴だろ。いる、みんな家に送るよ。マヌケな晴れ草やピョンピョン。視聴者プレゼント、神々白菜。植物さ、一人じゃ無理とは言わないけど、人形じゃなかったらって想像してみろよ。みんな耳いかれたって書いてて面白いんだけど。僕だけ守られてたんだあれ。温室の外でも役に立つ。まあね、何かで役に立つかもね。ドックイード&デスキャップにもっと置いてある。そんな感じだよ。さ、やっぱね、こいつもね、ちょっと殴りたくなる顔してるんだよ。わあ、視聴者プレゼント、とりあえずちょっとか。よし、こっち、ここか。先生、どうして常にドラゴンの皮の手袋をつけるべきなのか分かったところで、今回の授業は終わりにし。先生、素敵な植物。先生、博物美味しそうでしたよ。魔法の植物、ね、魔法の植物っていいよね、欲しいわ。食虫植物とか僕好きでさ、ハヤトリソウとか。じゃあ今度はおしゃべりをしに寄ってね。かっこいいよね。生徒の話。僕も育てたいんだよな。あれって育てるものなのかな。マンドレイクが新しい鉢に満足してるといいね。まだ耳がキンキンいってるよ。そうだよ、耳が痛いよ。ニュークエスト。うるさい。うるさいって。まあまあまあ大丈夫、みんな耳の替え買ってこよう。大丈夫、病院で売ってるから。ね、常にね、耳は壊れるものだから、やっぱ配信者なるもの替えをね、3つ4つ持っとかないと生きていけませんよ。神々白菜どんな味するんですかね。ちょっとあれね、多分噛んでるってことは筋肉あるから頑丈だね。とっても硬くて、ちょっとね、左下にアイコンあるけど、グロテスクだね。中が紫っぽいんで、紫キャベツみたいな濃厚な味がしそうですね。これどこ？ああ。あ、大気ってあるのか。大気って何？え、何これ？だって、え、何これ？発生、ちょ待って。あ、これクエストロゴを開く。あ、これ夜じゃないと起きれない、もしかして。
え？違うよね。行きたいんだけど、これ。おうおうおう、示された示された。占い学。どうぞこれ。嫌な奴がいたら、とりあえずこの白菜投げとこう。次から。てんたーん、てたんたーん、たんたーん、たんたーん。たんてたんたーん。我が人もよ、会えてよかった。たん、あ、あ、ん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 。お、上？ってこと？おすごい、なんかめちゃくちゃ登ったんだが、ひぃ閉めよう、これ怖すぎ。レベリオ、ほうほうほう、手相いいね。占いとか行きたいな、僕タロット占いとかやりたい。え、矢野さん、そうそうそう、タロット占い自分でできるようになりたいんだよね。もう毎日自分でタロット占いしたいもん。占い大好きなの。森はオナイ様、ブラックコート、お、もうみんなパワハラで、あの校長がブラックってことを周知してるから、みんなもう校長のことブラック校長って呼んでるんだね。いや、わかるよ。ブラック校長のご指示により、ホグワーツ魔法魔術学校の占い学教授にあなたを採用いたしますこと、副校長として慎んでお知らせいたします。かわいそうにみんな、はぁ、あ、ということね。ホワイトな学校に行こうね。お、この人誰？あ、ここしかも関係ないとこなんだ。あれ？あれ？道間違えた、どっかで。あれ？帰りたいんだけど。あの、降りてもらっていいですか？これでこうか。オッケー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 。降りてもらっていいですか？あれ？あれ？これどこだ？あれ？我がメッセージが消えた？ギャグ失敗。なんか知らぬ間にギャグしようとしている人いるんだが、ねえ。やめちゃ面白いから、もうそのコメントが面白いから、ギャグに失敗したっていうこと自体がね。ちょっとこれちゃんと道案内してくれないと分かんない。え、自分で探せってこと？え、してるよ、クッション取り付け。お、全然ちゃうけど、全然ちゃうけど、場所がちょっと、っこの子のさ、この走り方のフォームめちゃくちゃ綺麗なんだよ、見て。なんこれ、あ、下ってこと？何ここ綺麗。え、どこ？違うんかい。ここか。よしよし。ほ、行け。飛べないか。あ、こういうジャンプみたいなとこだけ人間見出してくるのな。なんだ、フォワーズレガシー。魔法使いなんだから。ホームスミードでの事件があったのに、学校には誰も派遣されていないんだ。よいしょ、来た来た来た。犬森へようこそ、うたたねーションへようこそ。
ニューメンバー Thank you。 あのね、あ、そうそうそう、あの僕ね、今まで何も言ってこなかったけど、新しいメンバーが来たらね、あれ、これフェス始めてない？新しいメンバーの人が来たらね、いらっしゃいって、いらっしゃいって、うたた寝衣装へようこそって言ってほしい。魔法薬学は、これは僕のわがまま。特に困難かつ危険な科目だ。ミラも5年生になった。このゲームやってる大半ハッフルパフらしい。そうなの？え、マジか。僕はハッフルパフが大好きだからハッフルパフにしたんだけど。ミスタータッカー、この魔法薬が重宝される理由について説明してみた。グリフィンドールっぽいけどな、一番人気。はい、先生。ウィゲンウェルド薬は様々な傷の消毒だけでなく、治癒にも治癒にも使えるからです。なんだ、僕も力を込め均等な動きですりつぶすの。え、材料をすりつぶす、ほーらー、材料調合には細心の注意を払うこと。くしゃみ一つで大惨事だ。ひとつまみして、何これ、追加。あ、天才だ、何でもできちゃう。おはい、入れましたよ、入れましたが、で、かき混ぜればいいってこと。よっしゃよっしゃ、できたよできたよ。これは調合しやすい魔法薬ではない。よくやった。お、すごい。やっぱり僕何でもできるんだ。はい、うん、ここまで天才すぎたら、ちょっと自分で自分のことが怖くなりますよね。だが、いや、いや、飛ばして作るか悪く。初回が運なのか実力だったのか。待って、ネクちゃんが、あのマイペットボス、ボス、ちょっと、ちょっと、あ、ボス、ボス、お前。お前、パソコンのお前、お前、ダメだぞ。こいつパソコンの線切ろうとしたぞ、今。おい、ボス、おい、ボス、ちょっと待って、みんな、タイム、タイム、ボスをね、ボスどうにかしてくるわ。ちなみに、僕のボスを見たい人はツイッター見てください。あのホラーライブのペコラさんのね、あ、ちょ、ボス、ペコラさんのね、あの2月22日にニャンニャンなんで猫を見たいというタグがあって、それに参加してみたので、よかったら見てください。ちょっと待っててね。おいで、お前、僕の部屋の扉、めちゃくちゃコナンじゃん。聞いた、さっきの僕の部屋の扉、キーバタン、ネクストザヒント。ゴブリンの反乱の噂を聞いた両親は学校に休みすぎて思ったらしい。僕もね、可愛いペットボス。君、シャープ先生の部屋に入っていいと言われてたよね。そうだけど、何ですか？それはどうかしたの？すごいや、そのおかげで君はとある大発明に関わることができるんだよ。はあ、そうなんですか？僕はギャレス・ウィズリーだ。恥ずかしながら魔法薬界の神童って言われてる。はじめまして。あれ、ウィズリー先生は親戚なの？血のつながったおばだよ。ドリンキングコーヒー、おかげでいつも監視の目が光ってる。でも聞いて、エデュラス薬なんてトロールほどの。でもた僕の出番で、君は切れ者だね、星。はあ、分かったよ。僕は取ってくるしかないんだな。先生がなくしてなければ。それはないよ、フーパーの。早く完成したま。ほうほうほう、なんか材料取ってこいって言われた。シャープ先生は闇払い時代にいろんな経験をしてるはずだ。そういう話を聞きたいよ。へえ。
アッシュワインダーの卵、闇の野犬の皮、ギャリスのためにフーパーの羽。あ、なんかでも点々があるけど、これえ、こんなとこに野犬の毛皮あるんだけど大丈夫そう？防振&バークスで営業時間外の活動が増加している。特に真夜中過ぎに店の裏口に怪しい荷物が配達されている。あ、もうこれダメだな。怪しい、この怪しい荷物は、うわ、キモ。アッシュワインダーってなんだろう。一個一個のさ、テクスチャーとか BGM とか凝ってるよね、ホグワーツレガシー。本当にハリーポッターで出てきそうなアイテムに出てきそうな効果音、最高です。ここか。はい、フーパーの羽だよ。最高だ。扉聞こえる？ねえ、扉聞こえたでしょ。めっちゃうるさいんだよな、僕の部屋の扉。おお、もうなんか始まっちゃった。トゥルルッテ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 。お、これもう20何秒でできるらしいわ。すごっ。なんか煮込んでるね。ちょ、見たいんだけど見えないのか。へえ、いいね。なんか何でもさ、ちゃんと自分で作れたり、自分で選んだ何授業を受け入れたりとかさ、自由度高いよね。あ、なんかいつもができてた。あ、それからゼニアオイを加えて、ゼニアオイ加えて、あれどうなってるんだ。ちょっとなんか爆発しそうなやつがいる。ああ、爆発しそうなやつがいる。わあ、うわぁ、ハッピーニューイヤー。ガレス、さすがね。ミスター・ウィーズリー、めっちゃ怒られてるやん。大丈夫か、お前。先生、グリフィンドールから限定。すごいよ。グリフィンドールから限定って言われてる。あ、ありがとう。グリフィンドール。あいつグリフィンドールだったのか。初めてでもうまくいって嬉しいよ。減点されてる、マイナス点。中にはゴブリディグッグ語はすごく興味深くてね。ゴブリディグッグ語。あ、しまった。楽しい時間はあっという間だね。そうだよ。次の授業の前に遠い星への入り口を返さなきゃいけないのに。すげえロマンチックな本読んでる。天文学の授業では一緒だね。気に入ると思うよ。シャア先生は厳しいけどね。シャア先生、あ、僕天文学好きなんでね。天文学を主に学びたいと思っていますが、何学ぶんだろうな。言われた通り、エデュラス。その暇があったとはな。その暇、これちょっとスネープ先生味あるぞ。ちょっと僕はあの何のことかわかんないんで、本当に何のことかわかりません。何をおっしゃってるのかわかりません。私は自分の行動に責任が取れないものを心よくは思わない。うわ、めっちゃ怒られた。よく心に留めておきたもん。やべえ。今日のメンタルに来た。先ほどの重たい言葉。なかなかできないことだ。さまざまな材料の組み合わせをしっかり。薬草学には特に。さあ、調合練習。以上だ。めっちゃ怒られたんだけど。以上だ言って。これで十分だろう。授業は終わりだ。授業終わった。ギャレスの思いつきのせいでひどい匂いがローブについた。よし。これさ、僕マニア集めてるけど一回もなんか変えたことないんだよな。こっちじゃなかったかな。あ、あっちか。肖像画があなたと話したがってる。
エルドリッチ・ディゴリー。確か魔法大臣だった人よ。めちゃくちゃ嫌だ。談話室の肖像が僕と話したがってるらしい。めっちゃ行きたくないね。すげえ怖いやん。タンタンタラタン。ウィーラーオーケー、ハッピーニューイヤー。花火上がったからさ。ファイアフラワーイズハッピーニューイヤー。なあ、今年はね、夏祭りとかいっぱい行けると思うよ。行けるようになると思う。フェーズコネクトで夏祭りしたいな。よっ。てってん。どーどってん。ゲーム内の照明でウィーズリー家の髪色がちょっと違うと思う。あ、そうなんだ。へえ、凝ってんな。さすが8000円の価値あり。あれ？こっちかな？ん？どっちかな？こっちかな？この左下の地図が見にくいこと以外はね、天才的に面白いんだけどな、このゲーム。食べた。こっち食べてる。お返しに白菜を置いて帰ればよかったかもしれない。やったレベリオ。ほう、もうかっこいい。見た、このドアの開け方。ぐる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 って。ハッフルパフの人多いのかな、配信者。お前食べたリンゴの芯をこんなとこに置くんじゃないよ、そのまま。ちゃんと片付けなさい。何かご用でしたか？ああ、近頃は私が誰かを知る生徒はほとんどおらん。まずは名乗ろう。イドリッチディゴ。君なら何十年も前の殺人事件を解決できるかもな。うわあ、なんか殺人事件の解説。ページのことまで。我々頼まれたんだけど。君のようなやばいって、コナンじゃないんだよ。しておかれた不正を正したいと思う。いやいや、ああ、何それ、どうしよう。殺人？興味深いです。興味を惹かれますね。ハッフルパフの生徒も謎解きは好きなんです。そう、僕謎解き大好きだから。話は欧米のヘレン・シスルウッドから来てるなら。さっきの選択肢ちょっと怖くない？かつては殺人事件は彼女の担当だった。興味があります。ホグズフィールドにある彼女の。あ、ちょ、どうしよう。なんじゃ、まあまあ向かおうか。すぐに向かいます。頼むぞ。頼むぞ。君の努力の際とヘレンの明晰な頭脳があれば、どちらの謎も思うより早く解けるかも。なんか謎解き依頼された過去の犯罪の。近いうちにな。愛に囚われたものだって。いいな。とりあえず食べよう。先週の夕食で監督生の膝の上にプリンを呼び出しちゃったな。お、ぐる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 。たたたんたん。これもね、木みたいになってるの、ほら。なんか終わっちゃった？ねえ、なんか知らぬ間に割っちゃったっぽいな。大丈夫かな。配信者スリザリン？あ、スリザリンが多いんだ。なんか意外とさ、グリフィンドール全然いないんだね。僕、グリフィンドール多くなるかなと思ってたのに。それ今、ホグワーツレガシー、あ、こっちか。
ホグワーツレガシー、フェイマスグリフィンドール、ね、まあ、ハッフルパフはね、完全に、なにこれ、僕の趣味なんだけど、なかった、なんだこれ、え、わかんないな、なんかまた秘密があるんだろうな。妖精の仕業ってこと、もっと最近遅くて理解不能の意味もある。へえ、そうなんだ。教えてくれてありがとう。一晩かけ見た目ほど難しくないはずなの。おいしょいしょいしょ、早く行くぜ。もう全然ね、僕はどこがどこか分かってないまま走ってる。え、初めて来たここ、初めて来たここ、すごい、ホグワーツだ、すごい、やばい、女子にも生じできない子がいるのよねって言われてたけど、完全に僕なんだよな。掃除得意な、あれ、これどこなんだ、何が、何これ、あっちってこと、よいしょ、もう全部、もう全部これ飛ばしていこう、うん、ん、こんな下から出れるってことこれ、ん、じゃあ死ぬ、さすがに、え、この下にあるってこと、あー、ここか、うわ、なにここ、なんかやばいとこ来ちゃった、うおー、インセンディオ、つかないか、外だ、ここからも出れるんだな、馬車欲しいな、ヤバタニエン夏、ヤバタニエン使ってる人いるの今、そう、うわうわうわ、よいしょ、ナザタン、ヤクルトを飲むのを忘れないで、ちょっと待って、ヤクルト、それどっちの話、僕がこ、ホグワーツレガシーがあの、僕に栄養を取れって言ってんのか、ホグワーツレガシー内でヤクルトを販売されてんのか、どっちだ、なんかこいつでも移動手段これしかないんだけど、1800年、ヤクルトないかもだ、誕生してないか、ヤクルトは、じゃあ僕かヤクルトね、今ねコーヒー飲んでるからね、コーヒー飲み終わったらじゃあヤクルト飲むわ、ホグワーツになヤクルトないやろだってだって飲むの忘れないでねって、飲むの忘れないでねって言ってくれたんだもん、ホグワーツにあるかと思っちゃうよ、1800年だったらねワンチャンあるからね、ヤクルト創業何年かわかんないけど、ヤクルト様様、テキ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 トン、トコトコトン、トコトコトン、うわー、もうここ来てんね、僕ユニバーサル・スタジオ・ジャパンしか思い浮かばないんだよな、ほんとにね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにはねこれと同じ景色がある、最高だから、
ぜひとも行ってください。僕ユニバマニアだから自分で言うのもあれだけど、ユニバ大好きなんだよね。年パスめちゃくちゃ買ってたもん。年パス遠いくせに年パス買って月1くらいで行ってたもんな。よいしょ。ちなみにユニバーサル・スタジオ・ジャパンのあのハリー・ポッターの 3D、 あ、どこだ、ハリー・ポッターの 3D のね乗り物乗ったらあれね、あれ これあれ合ってるかな、ほう、あの3回連続乗ったことあるんやけど、僕3回連続なんか乗ってる最中に止まって、でも空中でさ逆ずりになったままアトラクションがねトラブルで止まったんだよ。5分くらい止まってたんだけど、大変申し訳ございませんでしたって、もう一回乗っていいですよって言われて、5分間宙ずりになった後にもう一回乗ったらね死ぬほど酔った。死ぬほど酔ったからね。みんな 3D 苦手な人とかは結構気をつけた方がいいかもよ。 I like to see a dragon mount ドラゴンマウントそうね、ディーブルティーちゃんにね翻訳してほしいんだが、今ディゴリー大臣が言ってた場所だ。よいしょ。ヘレンはこの辺りに。あ、来たか。我が忠告を聞き入れてくれて何よりだ。おわ、こいつまたいる。マダムスツルウッド、あなたの今ホグワーツレガシーやってるからね、話を頼まれてきたんです。エルドリッチ王子さんはあな話を聞かせて。ディーブルティーちゃんに数十年前投げられないんだよな。リチャード・ジャック・ドーという、ジャック・ドーの首なしゴーストがホグズミードに現れたけど、そうなったのはほとんどがアポロニア・ブラックという少女の証言のせいよ。ほう、アポロニア・ブラック、めちゃくちゃ悪役っぽい名前だ。アンのアリバイはちょっと複雑で、ピーブズが破ったのは僕が禁書の棚で見つけた本ってことですね。王子さんの言うことを信じるなら。ほうほう、なんか殺人事件を解決しなきゃいけなくなった。ホグワーツの肖像画はそう思ってる。変なデートのお誘いよね。アンは最初のパズルも解いてないと断言してる。はあはあ、だから二人は会っていない。二人は会ってないんだね。ジャックドーのゴーストが現れた途端に消えてしまった。ジャックドーのパズルもない、ページもない、はあはあ、遺体も残ってない。アンはアポロニアの疑わしい証言だけでアズカバンに置く。そんなことあるの。理不尽ですね。理不尽だな。アンは一つ目のパズルを解けたんじゃないかと思うの。でもアズカバンで過ごすうちかつての面影は失われてしまった。でももしジャックドーと同じく、ほうほう、あのページとつながりのあるあなたが、え、あ、アズカバンに行かないといけないの。僕これあれだよね、ワンピースのルフィがエース助けに行くシーンみたいな感じだよね。自らインペルダウンに助けに行くって感じだよね。じゃあ僕も助けに行っちゃおうか。アズカバンには行ってみたかったんです。そうですよ。一緒に行き、魅力を感じる人がいるのはわかるけど、幸いにも元闇払いならではの手が使える。これまでも大臣や教授、はあ、一緒にね、いつでも行きます。まもうパッパ行って、パッパ姿現しをするわ。大丈夫よ、ばらけたことはないから。え、何、あの恐ろしい場所では慎重に進むように。え、何、なんか今からホラーゲーム始まる感じ。アスカバンって囚人が行くとこだよね。うおー、おー、うおー、やべえとこ来た、やべえとこ来た。あっ、マジか。ホラーゲームだよー、ホラーゲームの始まりだよー。エン
クストペトラパトローナなんだから、エクスペストパエクストペストエクスペストパトローナ、すぐに収まるけど、マジでな。感謝します。エクスペストパトローナ覚えてから来た、全然言わないんだけど。え、待って、めっちゃ言いにくい。ちょっと思いもしなかった。エクスペストパトローナ。危険を訴えても魔法省は聞く耳持たなかった。あんな怪物は必要ない。あいつは俺たちの中で一番の古株だ。おお、怖え、なんだここは。苦しをかけてやるのに。怖え、何？怖くねえぞ。この薄すぎてない子犬め。ここにいるのは全囚人だもんね。これ魔女なんだ。魔女なんだ。近くに誰かいるの？学校のみんなは信じないだろうな。いい？アンは長い間ずっとここにいた。ディメンターとかに囲まれてね。話すときはじっくり我慢強く丁寧に接する。丁寧に。あ、これはね、メンタルケア、メンタルケア始まります。誰かいるの？誰の声？死神？私を迎えに来たのか？僕はアイアム生徒です。ホグワーツ、あなたが行ってた方が。ああ、前ね。なんだ。誰も探しはしなかった。ページを見つけたメイ。私を思う無能な悪党、洞窟へ向かうホグホグフィールドの北で決まった私の哀れな運命が。まるで謎謎だけど。失われたページはアッパーホグズフィールド付近の洞窟にある。ホーグズフィールド廃墟のうちに隠れた金庫。めっちゃ言ってくれるじゃん。ホーグズフィールド近くの廃墟に隠された金庫。いや、もう全部言ってくれたじゃん。アッパーホルスフィールド近くの廃墟に隠れた金庫って。すごいじゃん。本のページを探…エレンいるんでしょ。全部言ってくれるやん。何にも聞き出さなくてよかった。どうしたの？うわあ！ちょっと急なホラーゲームやめなさいよ。早く洞窟に。あなたの用はもう済んだでしょ。私は大丈夫。大丈夫ですか？本当に？心もとな。でもスルートさん、仕方ない、行くしかないんだ。ジャックダウンの洞窟は自力で見つけよう。あそこ、僕洞窟知らないんだ。マジか、何この赤いの。洞窟知らないのに行けって言われたの。ホグーツ、豚のって意味なのかな。リップ、あ、狼だ。闇の野犬、怖っ。すごい、アンさんが言ってたのはここかな。わー、動物だ。怖いな。やばいこと、誰も来てないみたい。やばいぞここ多分。大丈夫かな。あれ、ここじゃないか。あれ、なんだこれ。なんか謎をつかないといけないのか、もしかして。ダイヤモンド織のローブもらったんだけど。え、なんだろう、何すればいいんだろう。あ、なんか、あ、
がとう。お金取っちゃった。あ、なんか光ってる。何？え？え？え？あ？ん？お？ん？あ？お？お？どういうこと？なんかかけてるね。お。あ、なんかこれパズルなんだ。これどうやるの？え、なんかどっかに書いてるの？どっかに書い、あ、どこに書いてないの？書いてないんだね。インセンディオ。違うか。なんだろう。あ、書いて、書いてた？わかんないっぴー。僕わかんないっぴー。あ、アクション。え、え、なんか出てきた。あ、やめなさい、そういう。さっさと片付けるに限るな。お、何もないんだ。あ、上に書いてたりとかする？しないか。なんなんだ？どこなんだ？え？金庫の中、これが金庫か。いえ、金庫の中探して損はないはず。アクション。いや違う。ほうほう。ああ、うまくいったみたい。ああ、すごい、なんかうまくいったみたい。これと、間違えた。これと、これと、これと、アンが手を焼いたわけだ。違うか。と、これと、これ、これと、これ。簡単すぎるよ、ジャックド。さあ、手がかりはどこか。なんでだ？なんでああなってんだ？全然わかんないけど、溶けたからいっか。親愛なるアン、うんうんうん、よくやった。俺のパズルが解けたな。ちょっとシャンクスみたいな話し方になるんだけど。やっぱりお前とは気が合う。真に冒険を共有できるたった一人の存在だ。禁じられた森になるべく早く来てくれたら、前に話した地図を見せてやる。どこに繋がっているかは想像つかない。ピーブスは秘密の本から破り取ったページに載ってた他の誰も見つけられないものらしい。この先に何が待ち受けているかはわからないが、お前と一緒に未来を分かち合えると知ることができて嬉しいぞ。まだまだ始まったばかりだ、リチャード。はあ、ジャックドーのメモ。アンさんはこれを見つけられなかった。なんで彼は死んだの？本当に彼女のせい？なんか調べるべきだな。調べるべきですね。何僕謎解きしてんだろう。あ、なんかいるよ。まさか俺のパズルを解いたやつがついに現れたのか。やるじゃないか。やるじゃないか。リチャード・ジャックドーだ。よろしくな。リチャード・ジャックドー、何年か前に消息を絶ったって聞いたけど、はあ、本当だよ。事情説明してくれよ、僕。事情？俺のパズルを解いてきたんだろ。ここで何してるんだ。お前、アンちゃんに謝れよ。ピーブスから盗んだ地図の話を聞いた。洞窟のことはアンにね。来てほしいね。パズルにするなよ。振られたんだ。でもそれはそう。ためになったさ。彼女にとっては良かったかも。振られたんだって。それで彼女はどうしてる？振られたんだって。ちょっと待って。この二択、お前には真実を知る権利がある。君を殺した罪でアズカバンにいる。なぜ疑いを晴らしてあげなかったの？そうだよ。え、アズカバン、なんて気の毒に。お前のせいだぞ。
とっくに忘れられたかと、振られた悲しみを癒したくてずっと世界を旅してたんだ。世界を旅してたんだ。戻ってきたのもつい最近だよ。なんだこいつ。気まぐれさ。その闇払いと話したい。アンを助けるんだ。助かるよ。一つ聞いておきたいんだけど、ヘレンが言ってた地図でまだページは見つけられるかな。あの洞窟で首を切られた時に落としたんだろ。俺の体と一緒にじわじわ腐ってる最中だ。最悪だ。そうだ、禁じられた森の外れで会おうじゃないか。どこ探せないか詳しく教えてやるよ。お前首切られて死んだんか。ちょっと気になるから聞いちゃっていい？なんで頭を失ったの？聞いてもいいかな。どうして頭を失ったの？本当だよ。その辺を見て回ってたら急に爽やかな風を感じたんだ。その後頭がふわっとして、うわ、覚えてるのはそれだけだ。事故すぎる。だからもし洞窟に入ることがあったらよくよく気をつけるんだぞ。それ先に言いなさい。何に気をつけるかは教えてやれないけど、お前は勘が鋭そうだし、そよ風には注意しろ。そよ風。ありがとう。友達を助けるのにあのページが必要な。あっちで会おう。あっちで会おうって霊界のことじゃないよな。誰が住んでたの？たーんたーんたーん。すごいな、いろんなストーリーが進んでく。あれ？あっちで会おうって、あっちで会おうって家に行かなくていいのかな。あ、装備すればなんかいっぱい持ってた。これ見て見て見て、かっこいい、かっこいい、いいね。あ、間違えちゃった。ほら手袋も見て、かっこいい、すごい。あと服、あ、ダサいねこれは。ダサいけど一番高いからレベルが。ダサーダサー、こ、おい、ダサー、何これ、やだな、つけたくないな、ちょっとダサー。いやもうここまで来たら、もうここまで来たらダサさ、ダサさ出していくしかないのかな、僕。もういや、ダサさ出していくか。やべ、ダサ。ガチでダサいんだけど、何これ。やばくない？どういう人これ。ダサすぎでしょ。バッドファッションすぎでしょ。どこ目指してんだよ。はあはあ、まあクエストのね、このこれに行きますか。カイヒラールで敵の攻撃を避ける、敵に陰線量を使用する。なんか、え、これをやれってこと？どういうこと？待って、今、あ、やべ、違うよ。やばいやばい、あ、違うけど、まあいいや。ちょっとなんかごめんね、やけん。うたたにダサ。ちょっとニックネームみたいにしないでよ。これまだエクストリ、あ、これを持ってないとできないのか。これを持ってないとできないから、マップマップ、ホグワーツ、ホグワーツ、とりあえずホグワーツまで行かないといけないね。
アイリディンスアニマルノーリーノーアイリーウルフだけどアイリも僕アイリのことキルしてませんから。確かにね、毛の色まで一緒だったね、さっき。すごいアイリっぽかった。あ、これはあ、案内にならない。へえ、回避ので敵の攻撃を避ける。これ何で回避ロールで敵の攻撃を避ける。あ、これに行けってことかな。これでこれでやれってことかな。回避ロールと敵の攻撃を避ける。でもさ、これホグワーツでドラゴン出てきたら最後のボスとかなんかドラゴンっぽいんだけどさ、これドラゴン殺したりしたらね、ナサリップって書かれるんだろうな。僕の同族だよ。まあ僕はね、推定2億年ぐらい生きてるから今多分どのドラゴンよりかも僕の方が偉いです。死の子は言わせないからね。よいしょよいしょ。お、なんかある。レベリオン、レベリオン。レベル1ロック。前から見てたけどこれなんだろう。何ね。あ、そういうこと。あ、違う。インセンディオ。おお、なんかもらった。なんか達成した。サブクエとメインクエストがさ、ちょっとわかんなかったりする。なんだこれ。は？いつも持ってるんだけど、これなんで光ってんだろう。レベリオ。え？なに？え？なに？インセンディオ。なんなんだろう。レベリオ。お、すごい。レベリオって優秀だな。何でも見えるんだこれ。これは入れません。 No No open the door OK。 おう、じゃあルーガンと一緒にやっちゃうか。ちょっとね、いい心がけだね。今回は少し難易度が高いよ。ちょっと今いい、あのね、ちょっと今ね、ちょっと油断してたわ、忘れてたわ。もう早速準備クエストのことで頭いっぱいになって自分の姿忘れてたわ。全部終える前に練習をやめるなら知らせてね。うたたねダサだこれ。確実にダサい。よし、何ですか。OK。 うわ、いいね。と、手拍子を唱えて1、2、3、4、5。おおおお、連続技を今試してるんだね。ほうほうほう。
しい新たなリズムゲーム。君とは対戦したくない。ナイス、Thank you。 ごめん、僕はね、強いから。ただの人形だから、あれは、うん、だけど手強い人形だ。本当だよ、すごかったよ。ダミーももう君とは戦いたくないだろうね。トーナメントを制覇しても練習を続けるなんてさすがだね。その調子で頑張って。いや、全国大会行きたいんですね、僕。部活で一番になったらね、やっぱり学校で一番の人って全国大会に出るべきだと思うんですよ。全国大会に行きたいです。え？ってなるとクエストが行けるようになったりする？お！ほら、できるようになってる。ハイヒロールで敵の攻撃を避ける。これはどこでやるんだろう。カイヒロールで、またもらった。いかつくなってくのやめな。まだこっちの方がマシだな。いかついから。コレクション、何これ、探索一般。探索一般クエスト 14%。 ああね、これ欲しいけどな。なんか普通の戦闘1、戦闘秘密の部屋、シークレットルームある。シークレットルーム行きたー。シークレットルーム行きたいんだが、シャオカオシャオワシャオ。ヘビ語話せるんだが、僕ヘビ語話せるんだが、あ、なんか今日はどうしよう。霧のいいとこだから、ここら辺で終わっとくか、一回。いや、マジでこの、これ誰だよ、これ。やばすぎだろ、これ。ということで、じゃあ今日はここら辺で終わりたいと思うんですが、ちょっと、もうちょっと真ん中来てほしいな。こうか。あ、じゃあ、ここに立って、ここら辺、いつも右側にいるんだから、あなた。まあ、いっか。あ、これでね、はい。あ、もうちょっと今日はね、ここら辺で終わりたいと思います。そう、暗くなったから全然顔見えないけど。こやつ、はあ、ヘビ語上手、ありがとう。そう、僕はね、何でもできちゃうんだよ。ということで、今日のホグワーツレガシーはここら辺にしておこうかなと思います。うん、楽しいね、やっぱホグワーツレガシー楽しいわ。お疲れ様でした、ありがとう。お通達だよ、みんな。みんなもね、金銭的余裕と時間の余裕があったらね、ホグワーツレガシーぜひともハッフルパフ以外でやってほしい。僕にどんなんだったか教えてほしい、ね、暗くて全然見えないんだけど、お前の顔が。お前さ、あ、わかった。あかり灯そう。めっちゃ怖いんだけど。
めっちゃ怖くなっちゃったんだけど、まあいっか犯罪者みたいになった、まあいっか。ということでね、今日は終わりたいと思います。ルーモス、うん、まあいや、ということでな、僕もルーモスしとこう、いいしょ、はいルーモス、今日はね楽しかったんだよ。また2回目か、今日が3回、4回、5回ぐらいやるかな。とりあえずストーリークリアするまではやるんでね、お付き合いいただけると嬉しいです。で、明日はトゥモローストリーム、ナーサイズトゥモローストリーム、AM6 朝の6時からまた朝活をねやるのと、明日はApexをやろうと思ってたんだけども、ちょっと変わるかもしんない、わ、この辺はね、わかんない、別のゲームするかもしれません。ナイス、Thank you、 ありがとう。ということで本日はここら辺で終わりたいと思います。モーニングエーペックスストリーム、エーペックスストリーム、何時からだったっけな、夕方かな、夕方の、覚えとけって話なんだけど、スケジュール、昼ですね昼の14時 JST PM2 から PST は多分PST PM8 かな、まあ、大変用時間だった午後8時ぐらいかな、からやりたいと思います。まあ、エーペックスやるかわかんないんだけどね。今のとこ、エーペックス。それでは、皆様、本日はお疲れ様でした。来てくれてありがとう、みんな。来てくれてありがとう、みんな。では、みんなでな、最後の言葉、呪文唱えていこう。お通達いくぜ、いいか。あと、明日の朝用のマシュマロ、もし、誰か心優しき人がいましたら僕に投げてください。マシュマロがないです。はい、では行きます。 Everyone、 おつー歌ー。